大徳寺通り、紫の売り銀町から、撮影大徳寺通りは、京都市北区を通る南北の通りの一つである。三佐寺、大徳寺通りは左へ、大徳寺通り西鴨寺下町から、撮影地元からは、旧大宮通り、七区街道の名で親しまれている。北は、西鴨谷が、坂町南側を、南は、県訓通をそれぞれ奇襲点とする。 大宮地域以南では、一筋東を大宮2が並行して通っている。これは昭和初期以降に実施された土地区画整理事業によって延伸されたものである。かつての大宮2は紫の地域で突き当たっており、その周辺は大宮頭と呼ばれていたこの先は、やや北西に曲がって北へ伸びる工事があり、グリーンや大徳寺門前を経て落外へ抜けていたという。 この工事が現在の大徳寺通とほぼ重なっており、旧大宮通りと称されるゆえんとなっている。かものの社、果ては、公文峠を経由して大原、鯖街道に通じる主要道として、往来で賑わっていたという。1637年の官営14年落中絵図には、今宮通と交差する十字路から北へ伸びる道が描かれ、その両隣には、町屋と記されている。 原位通りとの交差点を約50メートル北に進んだ七畜下武戸の町内には三冊があり、1842年に設置された標石が残されている。ここには、左、西鴨、人工院岩宿右、上鴨木舟倉間道と刻まれており、左へ進めば人工院を経て雲家畑へ、右へ進めば上鴨を経て木舟、倉間へ通じる旨が記されている。 この三冊は、官営14年落中絵図にも描かれており、落外へ通じる道として利用されていた。今日のような住宅街を貫く生活道路として、整備されたのは、常日の土地区画整理事業の進展による。1929年の測量図を見ると、区画整理が完了し、整然と住宅地が並んでいる様子が見て取れる。完成な住宅地を縦断しており、 全線を通じて交通量は比較的少ない。町大鳥小学校周辺では平日の登校時において自動車通行が制限される。今宮通院南で伝統的な佇まいの古民家や京町系が各所に残されている一方、味園場市通院北では宅地化が進展するも今なお田園風景が随所に見られる。通り自体は大徳寺の建立と ほぼ同時期にできたようである。大徳寺山景道の意味合いは薄く、むしろ大徳寺の側に沿って通っていたことから、名付けられたようだ。ウリンイン門前紫のウリンイン町から撮影、上行区、中市町に、上行警察署大宮頭交番がある。聖逸住民福祉協議会聖逸学区の移り変わり大宮通りの北の月あたりに、今宮神社御旅所の鳥居が南向きにあった一路。 一江大宮通りの古い町並み通り沿いに立つ、小賀の神社及びその周辺一帯が大宮と称された、ことから、門前の通りにあたる当通りを、大宮通と呼んだともされる京都市情報館、状況区役所聖一学区京都市情報館北区、役所、大鳥徳学区一路一江系の道と、町屋大徳寺通り。ありがとうございます。